こんばんは、しげもんです。どうも。今日開けていくのはこれですね。加藤から新しく発売された C62 の常磐型です。23号機がプロトタイプとなってて、ユーズル圏域と書かれてますね。加藤の C62 もいろいろバリエーションありますけど、今回は常磐型やね。メーカーの写真とか見てたら結構かっこよかったんで、どんな感じか楽しみ。でパッケージはいつも通りね、こんな感じ。裏はこうです。加藤の機関車のパッケージの裏のイラストってワクワクするよね。でヘッドマークもついてるらしい。よし、ほんじゃ開けていきましょう。よし、じゃあ開けます。最初はかなりがっちりはまってましたね。よし、はい、じゃあ開けますよ。そしてプチプチをペロ。おお、かっこいいね。はい、寄ってみるとこうですね。だいぶ真っ黒ですね。でテンダーもこんな感じ。あ、いいね、やっぱ細かくできてますね。じゃあ出していこう。最近の SL はもうこういう仕様になってますけど、ここを引っ張って全部を出す必要があるのね。お、はい、中はこんな感じ。おお、相変わらずかっこいいね。で色合いなんですけど、まあ、マットはマットですけど、鈍いツヤがあるっていう感じかな。質感はかなりいいです。あ、かっちょいいね。ほんで反対側。おお、うん、いつも通り細かいね。で付属品先見ていこう。はい、これ付属品ね。じゃあ開けていこう。はい、中身はナンバープレート。ナンバーは19、22、23、24号機の4種類が入ってます。そしてユーズルのヘッドマーク。これは吸水や畳み機ごと交換するんですけど、印刷めっちゃ綺麗ですね。そしてこれが標準タイプの煙突ですね。デフォルトでついてるのは23号機の短いタイプの煙突です。これと交換することができるっていうことやね。ほんで22号機用のスノープローね。あと10連用のアーノルドカプラーと10連用のナックルカプラー。そして10連用のスノープロー。あとテンダーのナックルカプラーですね。はい、パーツはかなり豊富です。じゃあまず23号機のナンバーをつけて全体を見てみよう。はい、ではナンバーつけていきます。いつも通り切り取ってはめるだけですね。ナンバーを傷つけないように切り取ります。で設置する際は両面テープを貼った爪楊枝にナンバーをひっつけて、でこのままキュッと押してあげると。キャブにも同様にナンバーはめます。反対も同じよ。ギュッと、ほんで綿棒でギュッと押し込む。そしてテンダー背面も一緒。できた。はい、23号機のナンバーつきました。加藤の C62 常磐型ですね。当たり前ですけど、今までの C62 と完全に作り分けがされてます。全体的には真っ黒でかっこいいですね。まずお顔から見てみよう。前面には副灯がついてて、演出扉上のハンドルは銀色のパーツになってます。そして演出扉のハンドルの下に手すりがついてる仕様ですね。 C62 の顔はかっこいいですね。そして演出部分はこんな感じ。煙突は短いパーツが取り付けられてます。これは付属の標準の煙突に取り替えることが可能です。いいね。そしてボイラー部分、空気作用管に色が入ってて、ハンドレールよりも下を通ってますね。細かく塗り分けされてる。砂巻き管はボイラーの中を通るみたいですね。ほんで逆転機にはカバーが付いてないタイプですね。ほんで加湿部分の配管はモールドで再現されてます。そして非公式側ですね。配管自体は結構あっさりしてますよね。そしてキャブの前のこのタンクも別パーツで再現されてますね。発電機からの配管はキャブにかかるようになってます。ほんでキャブ部分こんな感じ。ナンバープレートの位置が高いんですね。雨どいの形も特徴的ですね。あとキャブの中のバックプレートも再現されてます。
機関士の人形を乗っけれますね。そして相変わらずキャブ下の配管もうまく作られてますね。すごいな。そしてテンダーはこんな感じ、増端板がついてますね。そしてテンダー背面はこうなってます。ボディが精密なんでアーノルド・カプラーがでかく見えますよね。こんな感じで、 ATS 車上紙もちゃんと再現されてて配管がくるっと乗ってますね。ようできてるな。そして付属のパーツを使うことで22号機にすることもできます。煙突を標準のものに変えてスノープロをつけるという感じかな。こういう作り替えができる仕様っていいですよね。はい、というわけで加藤の C62 常磐型を開封してパーツを取り替えて、そして走行させてみました。かなりいい感じですね。悪いところはないと思います。低速もしっかり効くし、フライホイールの効果も感じれるんで走らせてて楽しいですね。これから N ゲージで蒸気機関車を買ってみたいという方にも十分おすすめできると思います。あとユーズルのヘッドマークがかっこいいね。22号機のスノープロー付きの姿もかなりかっこいいですよね。10連もできるんで、もう1両あっても良さそうやね。うん、とにかくいい模型でした。で、僕これ Amazon でポチったんですけど、一応商品のページを動画下の説明欄にリンク載せておきます。気になった方は合わせてチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とチェックをよろしくお願いします。それではさいなら。